サーヴァント・フォーリナー。見ての通り、ゴッホです。一緒に世界を塗り替えましょうね。なんちゃってマスター様、ゴッホのことはキューバのごとく身を粉にする勢いでお使いください。キューバは粉を引く側ですがゴッホジョーク、アルデア好きです。こんなこと言ったら冒涜的でしょうけど、常に危機があって、そのためにゴッホを必要としてくださるから。必要ですか？もし違ったら。あのマスター様、実は折り入ってお話が。いや、なんでもないです今日のお夕飯は何でしょう？食べればきっと今日も幸せ。もうお分かりでしょう。ゴッホは空っぽのサーヴァント、異形の一つもこの手の内になく、願いの一つもこの胸の内にはない。それでもマスター様、ゴッホが今抱くちっぽけな願いはゴッホはあなたの知るままのゴッホです。ヴァン・ゴッホの名に恥じぬ生を、我が霊気の絶える時までさまよい続ける虚数生まれの異邦人。それでもそうあり続けたい。願わくはマスター様のおそばで。お腹が空いてきました。マスター様、一緒に食堂に行きましょう。そのついでにトニーでクエストに行きましょう。それゴッホジョーク。ゴッホはマスター様を文字通り主と仰ぎ従います。マスターが迷うならば共に迷いましょう。マスター様はブレない、ブレ続けるということにブレない方。そのあり方は眩しいのですよ。ブレまいとしてそうありきれなかったゴッホのようなものには。ネモちゃん、キャプテン様ですか？とてもかっこよくて、頭がよくて、頼れて、なのにどこか親しみを感じてしまうのです。遠い遠い世界での縁を、あるいはあり方の近さを感じるのです。北斎と会えるなんて、まさか女の子だなんて。ああ、ええ、その霊気特性は伺ってます。親子でなんて。ゴッホもテオと一緒に限界できてたらな。アビーちゃん、その信仰心は本物で、だからみんなが利用する。いつの時代もそうですね。でもわからないのです、彼女の無垢な信仰心を守ること、大人の汚さや悪意への抗い方を示すこと、どちらが彼女にとって望ましいあり方なのか。楊貴妃様とゴッホはおなくら、姿や情勢がどう変わっても
それは変わらないって思ってます。陽気様もそう思っててくださったらいいな。継ぎはぎの怪物同士仲良くやろう。フランちゃんはそう言ってくれました。すごく嬉しかった。存在意義との向き合い方についても勉強させてもらってます。ゴッホ以上にマイペースなのはちょっとすごいですが。ダブル X 様ですか。はい。大人の女性は大変ですよね。時々コーヒーを入れて差し上げてます。すごく戸惑ったお顔をされます。多分噛み合ってない。好きなものですか。暖かい色、かの黄色い家、コーヒーの香り、語り合える共柄と刺激的で穏やかな創作の時を過ごすみたいな答えをご所望ですよね。普通に食べることが好き。お肉とかお魚何でも好きです。何でもください。何でも受け入れます。唯一受け入れられないのはそういう自分でしょうか。すみません。聖杯にかけるべき願いはありません。あの別離やあの裏切りを覆して何になるのでしょう。私は何になるのでしょう。私は何。きっとこの疑問こそ我が願いなのでしょうが、それを聖杯に求めれば邪神の思うつぼでしょうね。マスター様、マスター様。どうやら何か起きてるみたいで。絵筆の手入れはできてますよ。あのマスター様、その本日お誕生日だそうで、よければこのリトグラフなどをお手元に置いていただける。嬉しい。その人生がこれからも明るい祝福に満ちたものでありますように。言葉と、あとは踊りましょうか。ゴッホゴッホ。ピミピミ。あ、もっと欲しいです。宝飾宝飾。え、まだあるのです。気分が乗って咲いてしまいました。ちょっぴりアダルトなゴッホご覧に入れますよ。鍛錬鍛錬。楽しいですね。飛躍飛躍。もっと。目に見える変化はなし。されどなんかとてつもなくおぞましい振動が霊覚の辺をもぞもぞと、もぞおぞと。はあ、欺瞞もここまでです。マスター様、このまがいものサーヴァントが名乗るべき名を示していただいても。ダメ。そんな。
長き成長の果て、とうとう霊気は安定しました。こんな継ぎはぎの化け物を人類救済の友にせんとする奇特なマスター様、ずっと一緒です。ずっと一緒です。ご補助。マスター様、絵の講師はご入り用ではないですよね。それでは。え？だって他にゴッホにできることなんて。あ、マスター様。何の絵かですって？さあ、ゴッホにもわかりません。ゴッホがこんな絵を描くわけないってこと以外は。あまり見ないでください。この姿、こんな姿、誰でもないはずなのに。形になった罪と悪は間違いなく私のもの。深く深く、遠く遠く、かつて私が発した呼び声が今度は私を呼んでる気がします。マスター様、こんな手ですけど、どうかどうか握っていて。まさかこんなあり方が得られるとも、それを丸飲みするマスターがいてくださるとも思ってもみませんでした。末永くよろしくお願いしますね。もうちょっと寄っていいです？ちょっとぬめりますけど、いいですよね。お部屋でお稽古もいいですが、そろそろ陽光が恋しくなってきましたね。マスター様が空の太陽、私が海の月、クラゲだけに。この継ぎはぎの怪物にアイデンティティをくださった方、どこかのキモい創造者より100億倍敬っちゃいます。痛いことが好き。私の継ぎはぎの霊気はいくら成長してもかくあるべきかと問いかける痛みを欲している。だから遠慮なく前線で使ってほしいのです。ゴッホ的にも私的にもそこは一致してるかと。嫌いなこと、過ぎた批判はちょっと。もちろん的を射たものなら大歓迎ですけど、本気で書いたのに、あんなにメタメタに言わなくても。ジャガイモをくらえ。聖杯は万能の願望器と聞きますが、結局それは大金みたいなものですね。大事なものを買った途端、大事さが下がったり、さりとてもらえば嬉しかったり。え？いただけるなら喜んで。5個ぐらい。なんだか愉快な呼び声を聞きつけました。参りましょうか。マスター様が世に生を受けたかけがえのない日に、ゴッホもまたかけがえのないものを差し上げたいのです。さあ、このナイフでこの辺をスパッと。酢醤油とかが合うと思います。思い切って。ゴッホが辛かった時期の一服、何が起きるかは作家保障外です。新作糸杉と村、またの名をデステーレンラフト。